ご存知、橋本でございます。はい、ということで今月はね、タス氏がいないんでね、始まりもこんな感じでございます。あー、ほんときつい、ね、タス氏いないときついしね、経営的にもきついし、面白くない動画になります。ということで行ってみよう。宮城県甲府市場、3月市場、市場速報 GO! ということで1日目ドン。はい、早いね今日ね。速攻行きますよ、速攻。はい、1日目の価格こうなっております。メスがね、かなりね下げの状態で進んでおりますが、平均価格このようになっております。はい、トップ10の方です。こちらどうぞ。はい、トップ10このようになっておりますね。それから販売、私有牛別販売、ランキング、それから都道府県のランキングになっております。どうぞ。はい、ということで、1日目ね、早速スタートしたわけなんですけども、まあ先月と大体変わってないんですけど、メスがね、下がっております。はい、それでは2日目行ってみましょう。2日目ドン。はい、2日目なんですけども、1日目よりかなりね、メスがまた下がっております。いやー低いね、どうしようかっていうぐらい低いですね。はい、はい、トップ10行ってみましょう。トップ10どうぞ。はい、トップ10でございます。はい、私有牛別、都道府県別のランキングでございます。どうぞ。はい、このようになっております。はい、それでは3日目行ってみましょう。3日目、ドン。なんかね、同じようなね動画流してるのかっていうね、普通になってまして、あんまり開きのないね市場でね、あれなんですけどね、このようになっております。はい、トップ10行ってみましょう。トップ10どうぞ。はい、トップ10もこのようになっております。はい、それから、都道府県私有牛別のランキングです。どうぞ。はい、このようになっております。はい、よろしいでしょうか。はい、ということで3月市場ね、うちから橋本のね、上場牛がやっとね4月から出るんですよ。4月1頭ね、メスになってるんですけど、このねメスの価格ね、どうにかならないのかねということで、うちの上場牛の方も紹介しておきますよ。こちらです、4月です。ぜひご購買の方よろしくお願いします。で、今回の上場牛ね、北福、となっておりますが、なんかね、うちの市場で北福、あんま値段つかないんですけども、ある肥育屋さん情報によると、あのね枝いいんじゃないかって、まあ、上場のまだやっぱり割れてる数がねどうしても少ないんで、見立てではありますけども、かなりな感触的にはいいみたいでございます。ぜひですね、メス牛の購入、それから保留牛の購入という形の検討の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、っていうよりもね、なんとかねコロナマスクね、緩和なりましたし、5月からですね、コロナウイルスが5類に引き下げるというね、まずまずね、なんか経済的に動き出すような明るいニュースはあるんですけども、やはりねネックなのがね海外情勢でございます。あえてね動画で何が悪いっては言いませんけども、あれですよ、あれ、何やってんだろうね本当にね、もうやめればいいのにっていう話なんですよね。それがね終われば、解決してくれれば、本当にね畜産業界にとっては動きがかなりスムーズ化するんではないのかなってね睨んでおるんですけども、やはりねあそこが動かない限り、コロナがちょっと緩和してもこの、ね、値段だったりこの情勢っていうのは続くのかなと思っております。はい、ということで、いよいよね長いね冬がね終わって、やっと上場できるね春が来るのかなと思っておりますけども、皆さんお待たせいたしました。4月から上場開始でございます。橋本でもうね貯金も何にもないですっからかん状態でございますんで、どうしよう、生活もねご飯食べるのも大変ですね本当に。
はい、まあでもね、そんな中でも畜産業界、皆さんで、畜産業界ね、みんなで頑張っていきましょうということでね、動画作っておりますんで、ぜひぜひまた見てやってください。はい、ということで、今月の宮城県3月市場小売市場速報でございました。頑張りましょうね。橋本ももうギリギリでやってます、本当にね、何にも買えない、何にもできない、餌代で消えていくっていう形ですからね。ね、頑張りましょう。